えー、群馬県30代中学校教師ですひるきさんこんにちは本校は ICT 教育に力を入れています他国に比べて遅いとは思いますがギガスクール構想が進んできたことは嬉しく感じています誠に勝手ながら授業でひるきさんのことを話します生徒から絶大な人気もちひるくさんに質問ですこれからの情報化社会を担う子どもたちがどのような力を使ってほしいかどのような社会を築いてほしいか期待している子どもが走ってきたら幸いです内容を生徒にも紹介させていただきたいです えっと、あのなんかその大人が下り顔でこれやった方がいいよとかあの将来こうなるよっていうのが大体嘘なんですよ。あのまあ、例えばその若い人たちがあの人気企業ランキングみたいなのがでそのなんかこの企業行きたいよねとかってそのちょっと前とかだとあの航空業界だったりテレビ業界とかだったり銀行だったりしたんですよ。 でも今、その、のコロナ禍で、その航空業界大変なことになって、観光も大変なことになってたりとかで、で、銀行っていうのももう、日本中ほぼきつい状態だよねっていう感じになってて、なので、その、大人がここの業界いいよねっていうのは間違ってることが多いので、まず大人の言うことは信用するなと。 <laughs> であのでも何かそのじゃあ何で勉強するのっていうと自分がやりたいと思ったことがある時にじゃあそれができるためにはどうしたらそれができるようになるんだろうっていうのを考えられるようになるためなんじゃないかなと思うんですよね。例えばじゃあその人を救いたいじゃあお医者さんになりたいであればじゃあその京都大学の医学部に入ろうとかでもいいと思うんですよ。 でじゃあそのなんかものづくり楽しいよねとかでそのなんか車いじるの楽しいよねじゃあ俺整備士になるわっていうのでもいいしじゃあ車作る側に回りたいと。 で車を作るんだったら、じゃあその CAD とか触れるようにならなきゃいけないから、コンピューターサイエンスの学部に行って、ある程度その CAD とかいじれるようになって、構造計算とかできるようになって、じゃあトヨタっていう会社に入りますみたいな、自分がやりたいことのためにはこれが必要だよね。で、そのためにはこれが勉強だよ、こういう勉強が必要だよね。でそのじゃあその設計をやりたいんだったら、やっぱりその理系ができないと理系の学部入れないので、じゃあその算数だったり数学だったり、物理だったり科学だったりっていうのが必要になるよねみたいな、生物は受けなくてもいいかなみたいな。 やりたたいこことのためにはこれが必要だよねだから僕はこれ寄ってますっていう目的意識をちゃんと植えつけられた方がいいんじゃないかなと思います。CAD ができなくてもま別にあの営業系の人でも全然入れると思うんですけど一応なんか設計の方の構造計算をするっていうのになるんだったら割と理系のそこら辺できてる人じゃないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますけど。